優勝はゼッケン81番おなじみグローバル杉山恵子選手、おめでとうございます。第2位グレンブルーレーシングチーム塚本幸雄選手。第3位ゼッケン66番ケーテックピーターパン中本幸三選手。おなじみの3選手が表彰台を獲得しました。第4位ゼッケン23番ワイズファクトリーレーシング林雄一選手。第5位ゼッケン71番ワイズファクトリーレーシング井上芳美選手、おめでとうございます。あ、もうシャンパン開いちゃいました。じゃあ開いちゃった人から始めましょうか。シャンパンファイトお願いします。あ、中本幸三さんまた送りつきちゃいました。あ、もうやりやりや始まりました。マスターズクラスシャンパンファイトです。泣きそう、杉山さん、げないはい、お戻りください。おめでとうございます。それでは賞金ポートが贈られます。見事優勝の杉山健吾選手に賞金3万円が贈られます。おめでとうございます。続いてトリプル継承も贈られます。おめでとうございます。それでは賞金ポートは足元に置いていただけますか。継承のトロフィーが優勝を獲得いたしました杉山健吾選手に贈られます。おめでとうございます。そして第2位は塚本幸雄選手、非常に素晴らしいバトルを見せてくれました。ポールから出走していきまして、優勝の杉山選手とのバトル。そして第3位には中本幸三選手が入りました。おめでとうございます。はじけた笑顔、いいですね。それではインタビューです。おめでとうございます。あれ、この優勝カップ今回何回目ですか。4回目。今日はいつもな感じはありませんでしたが、どんな気持ちでレース行っていましたか。もう今日は本当にやられると思ってました、はい、本当ですか。でもそんな中、もう抜かれたらすぐに戻していきましたが、どんな気持ちで戦っていたんですか。前に行こうと思って、はい、すぐに戻せましたか。いや、戻してもね、多分早く走れないんで後ろにいる方が楽ですかね、はい。でも塚本選手が譲ったタコツボでは何があったんですか。いや、多分ぶつけてしまったんで、あの、譲ってくれたんだと思います。ジェントルマンなマスターズ、こういったレースいいですよね。さあ、来月はいよいよバックスフェスティバルですが、フェスティバルに向けてお願いします。再来月のマックスフェスティバル、頑張ります。全国のドライバーたちが打倒すぎていますが、一言お願いします。いや、まあ、全力で頑張ります。はい、ありがとうございます。